ドン・ノッツは、アメリカ合衆国の喜劇俳優、声優である。1960年代のシットコム、メイベリー110番におけるバーニー・ファイフ役や、1980年代のシットコム、3、S ・カンパニーにおけるラルフ・ファーリー役などで知られる。ノッツはオエスト・バージニア州モーガンタウンにある、学生街で、父ウィリアム・ジェシー・ノッツと、母、LCL の息子として生まれた。 父の一族は、先祖が17世紀にメリーランド州クイーンアンズ郡に定住して以来、アメリカ合衆国に居住していた。父は農場をもだったが、統合失調症を患い農場を失う。ドンと二人の兄弟を含む、ノッツ一家は、モーガンタウンでまかない付きの寮を営む母、エルシーによって支えられていた。父は、アルコール依存症も併発し、 ドンが13歳の時にこの世を去る。その後、ドンは、モーガンタウンの高校を卒業。19歳の時には陸軍に入隊し、様々な軍の出し物を担当したり、看護兵として、パシフィックシアターを含む、第二次世界大戦に参加した。なお、海兵隊で、強錬教官をしていたという都市伝説があるが、事実ではない。戦後の1948年、 ウェストバージニア大学を卒業。ダニー、ホーホまたドールという人形を用いた、福話術をはじめ、芸人としての修行を様々な会場で積んだ後、ノッツは1953年から1955年まで、ソープオペラ、サーチフォートモローに出演して知名度を上げる。1956年、スティーブ・アレンのバラエティ番組に、アレンのレパートリー劇団員役で出演。 アレンのマイン・ザ・ストリートのインタビューに登場し、情緒不安定で神経質な男性を演じて人気が高まる。ノッツ演じる男が自らの職業を、下界、爆発物の専門家といった情緒不安定な人には、不向きの職業を名乗ると、場は非常に盛り上がった。1958年、同名の著書及び演劇を元にした映画、軍曹さんは暇がないで、 アンディ・グリフィスと共演。これがきっかけで、ノッツとグリフィスの関係が築き上げられる。ドン・ノッツとアンディ・グリフィス1960年、グリフィスから、自身の番組、メーベリー110番上のレギュラー出演をオファーされ、グリフィス演じる、保安官、アンディ・テイラーのいとこである、副保安官、バーニー・ファイフ役を演じる。 5シーズンを通じて、エミー賞助演男優賞コメディ部門を5回受賞。放送通信博物館のウェブサイトによると、バーニー・ファイフの役柄は、以下のように要約されている。王平で、ロマンティックで、割とも紙人へのバーニーは、銃をケースに入ったまま、あるいは天井に向けて誤射してしまい、寂しそうにアンディに銃を返すことがたびたびあるが、 いつか正当に銃を撃つ日が来ることを夢見ている。このため、いつも銃弾を一つシャツのポケットに入れている。第196話では、犯人を追うためアンディから、複数の銃弾を渡されるが、誤って、犯人を逃がしてしまう。彼は不満だが、彼が思っているよりもメイベリーは小さく平和で、彼は他の都市では生きていけないと思われる。ドンノッツは、 コミカルで哀愁のあるキャラクターを冷静に演じ、番組は最初の5シーズンで3度のエミリー賞を受賞した。第1回放送後、グリフィスは、軍曹さんは、暇がないでのコンビと、同様、ノッツは引き立て役であると考えていた。しかし、間もなくして、この番組のコンビが特徴的であることに気づかされ、グリフィスはいくつかのインタビューで、第2回放送以降、私は、 どんな面白さを引き立たせるための引き立て役だったと答えている。当初、グリフィスは、メーベリー110番は5シーズンほどで終わると予想していたが、ノッツは他の仕事を探して、ユニバーサル、ピクチャーズと5本の映画出演契約を結ぶ。グリフィスは、ノッツの番組残留を望んだが、ノッツの決意は固かった。ノッツの自伝によると、 グリフィスの続行意志を知った時には映画の最終契約には至っていなかったがこの後期はもうないと考えて映画出演契約を結んだという1955年ノッツはメーベリー110番を交番し番組内でバーニーはノースカロライナ州ローリーの警官隊に入り家族と共に引っ越したことになった大学時代の恋人 キャスリン・メッツとは1947年から1964年まで婚姻関係にあり、カレンとトーマスという子供を設けた。1974年からはローラリーズ・ーショナと婚姻関係にあったが、1983年に離婚。亡くなる直前までは女優のフランシアーバロと婚姻関係にあった。2006年2月24日、カリフォルニア州ロサンゼルスの カリフォルニア大学ロサンゼルスメディカルセンターで肺がんに関連する肺と呼吸器に関する合併症のため亡くなった。亡くなる数日前までシダース市内メディカルセンターで治療を受けていたが容体が落ち着いたため自宅療法に切り替えたところだった。亡くなる数時間前にはノッツの長年の友人であったグリフィスがノッツの病床に訪れている。ノッツの妻と 娘は、ノッツが亡くなるまでノッツのそばにいた。ノッツの不法記事では、ノッツが、他の演芸人に、大いなる影響を与えたと伝えている。音楽家にして、ノッツのファンである、J.D. ウィルクスは、ノッツのような天才だけが、親切で、毎週友人を迎えてくれるファイフのように、不安を乗り越え受動的な奴には気合を与えてくれる。 ナポレオンキャラクターを作り出すことができるんだ。テレビにおける彼の素晴らしい貢献がなかったら、コナン・オブライエンや、クリスファー・レーみたいな自虐ネタをやる連中は出て、来なかっただろうとコメントしている。遺体は、ロサンゼルスのウエストウッド、メモリアルパークに埋葬された。故郷のモーガンタウンにある、ダン・ノッツ・ブールバール通り沿いには、記念公園が作られることになり、 記念公園に設置するためのノッツ像が制作された。アーカイブされたコピー。2008年10月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2006年2月28日閲覧。 http://video.google.com/.vid.eoplay.dossid=346k1253 兆432億 32819619&q=22 アーカイブオブアメリカン テレビジョンインタビューウィズドンノッツ 22http コロンスラッシュスラッシュ www.nndb.com スラッシュ people スラッシュ750スラッシュ 000022684http コロンスラッシュスラッシュ www.snopes.com スラッシュ radiotv スラッシュ tv スラッシュ knottts.asphatmanjash バリー、スクリーン、ワールド・プレゼンツ・ザ・エンサイクロペディア・オブ・ハリウッド・フィルム、アクターズ、フロム・ザ・サイレント・エラ21965-1、ハル・レナード・コーポレーション、P397、ISBN1 から557835519、ダンノッツ、ミュージアム・オブ・ブロードキャスト・コミュニケーションズ・ハットベック。ケン、クラーク、ジム、メイベリー・メモリーズ、ザ。 アンディ・グリフィスショーフォトアルバム、トーマス・ネルソン・インク、P6、ISBN1 から558538305ハットベック、ケン、クラーク、ジム、ザ。アンディ・グリフィスショーブック、マクミラン、P129、ISBN0 から312262876、ダンノッツ・レガシー・ファンド。 ザグレーター・モルゲンタウン・コミュニティ・トラスト。2008年12月27日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2007年11月12日閲覧。ノッツ・ファミリー・ギブス・アプルーバル・オブ・ザ・モルゲンタウン、トリビュート・ツー・ノッツ。レスター・スカルプチャー。2007年11月12日、閲覧。ありがとうございます。